とても派手な色のバイクを買いました。もうこうライムグリーンのようなとても派手なバイクなんですけれども、今日も乗りながらなんとなく余計な空ふかしをしたい、いっぱい存在感を表そうとして、何か人前でただ大きな声を出して話をするとか、何かちょっと威圧的な態度を取るとか、でもそういうことが存在感ではなかったんだな。でそういう中で自分たちが本当にしちゃいけないことは何なんだ、今しちゃいけないことは何なんだってことに実は気づかされるっていうのが、私たちが受けている稽古っていうものです。脳の中に序波球っていう言葉があります。これは歌いの歌い方とか動作の仕方、必ずそうやって速い遅いっていうテンポの違いがあるんだ、存在感っていうのを出すにはやっぱりきちっとすること、そのための向かっていく姿勢っていうのが大事なんだな。どうも皆さんこんばんは。今ご紹介預かりました、私宝生流の能楽師の佐野昇と申します。本来はですね、舞台へ出て演じるっていうのが私たちの本来の役割なんですけれども、今その伝統芸能伝統文化などという言葉で言われてしまう私たちがやってるものをですね、今の時代に伝えるために、特に教育現場に行くことが多いです。また子どもたちだけじゃなくて、今日のようにこう大人の方たちにもいろんな場面でお話しさせていただくことがあるんですけれども、自分たちが舞台を務めるにあたって、稽古してきたことの中からですね、これは間違いないと自分も経験しながら思った話を、元に、子どもたちに伝えていることは、きちっとしなきゃいけない、やる気を出さなきゃいけない、本気を出さなきゃいけない、そのためにはどうしたらいいのかっていう話を、脳の話をこう一つのツールとして、教育現場でも授業を受け持たせてもらってます。で今日は皆様に、存在感、いろいろ普段の生活の中でもお仕事の中でも、何か一つヒントになればいいなというようなことを今日お話していこうと思います。私たちが受けてくる稽古はですね、本当に好きなようにやんなさい、あなたの思うようにやんなさい、何やってもいいわよなんて言われることはないんですね。で必ず、こうしろああしろっていうふうに指示を出されます。でその時に必ずこう手本を示されて、それを見て聞いて、真似する、いわゆるこう学びの基本というものを稽古の中で身につけていきます。やかましいことを言われるんですけれども、実は必ず前で手本を示してくれます。それをよく見て真似する、もしくはいろんな言葉があるとしたらその注意をよく聞いて間違えないようにする、そのようにして稽古を受けていきます。そうすると違うことをまず叱られていきます。そうしますと正解を教えるっていうんじゃなくて、違うことを教わりながら、正解に近づくんですけれども、そうやって身につけていく中で、実はそれが存在感というものにつながるなっていう話を今日皆さんにお伝えしようと思います。今日もですね、小山さんと私どんな格好でやればいいんですかなんて話をしてたら、やっぱり紋付きですねなんて。で紋付き、通常私たちこう黒い紋付きを使うのが普通なんですけれども、商店に出てる方たちほどではないですけど、私どもこう色のついた紋付きを使います。あんな黄色とかピンクはないですけれども、少しこう目立った色のものを自分なりにこう好きな色をオーダーして作るわけですね。それも一つ目立つためにそういう色紋付きを着たりするんですけれども、で今日もどうしようかと思ったんですけれども、
やっぱり黒にしましょうと、それこそそういう色だけじゃない存在感ということを皆さんにお伝えできたらな。じゃあ袴どうしようかなと思う中で、あんまり地味よりもやっぱり派手な方がいいかな。でもその時にじゃあ上と下のバランスを考えながら、それでもおかしくなくてでも存在感のあるもの、子供の時にも何か目立つことはできないかな。そうなると必ず何かしちゃいけないって言われることが時に目立つことであったり、まあそんなことを努めてやってきた小学生、中学生、高校生っていう時代があるんですけれども、私も先ほど小山さんとの打ち合わせの中で、じゃあどんな話しましょうかねっていう話で、あ、そういえば今日久しぶりにバイクに乗ったんですよっていう話をしました。で、私高校時代に、自動二輪の免許を取ったんですけれども、なんせ体を使う仕事ですから、絶対に乗っちゃいけないと言われました。でダメって言われるとどうしてもやりたくなるんですけれども、絶対に乗っちゃいけない、それどころかもう免許を取っちゃいけないって言われまして、私もう少し話をしないとあれですけど、実は私その脳の世界っていうのは、私父方のうちがずっとやってきたことなんですけれども、私は自分の師匠っていうのは父親じゃなくて叔父なんですね。でずっと父方のうちがその後をやっていく中で、うちの祖父は長男に継がせました。で父たち兄弟5人いて、その中まあ男は3人いたんですけれども、うちの祖父は兄弟がこう同業、同じ舞台に出る仕事をしてたもんですから、いろいろ兄弟が競い合うことがあって、それが良かったこともあるけども、自分の中ではいろいろ大変だったことがあったようで、自分の息子にはもう一人しか継がせないというそういう考えでした。そんなわけで長男に無条件で継がせて、そして私も、実は私兄もいるんですけれども、うちの祖父は本当に僕らが小さい時ですね、一緒に暮らしてましたから、本当にプロにさせるというよりももう孫の面倒を楽しんで稽古するみたいなところで稽古されてきたんですけれども、それからしばらく時間が経ちまして、叔父のところには娘しかいなくて、能は基本的には男が演じるという芸能なもんですから、そんなわけで私やるようになりまして、で、この世界に入るまでにですね、私は自分の親とは、中学までは自分の親と暮らしてたんですけれども、もう高校からはもうこの能の修行のために東京へもう一人で出されまして、でうちの叔父も一緒に暮らすとお互い甘えるから、一人で暮らせと、いい塩梅に私は東京で高校時代もう一人暮らしをしてました。そんなわけでその免許も取っちゃいけないけども内緒で取れば取れるなと思いまして、内緒で取りまして、でそんなわけで、私大型二輪まで、乗れる免許を持ってるんですけれども、本当に、高校時代に乗ってしばらく乗ってなかったんですけれども、去年本当に、40年近く乗ってなかったんですけれども、大きいのを買いまして、最近は怖いんで本当にもう盆栽のようにこう眺めながらエンジンの音を聞いているような感じなんですけれども、とても派手な色のバイクを買いました。もうこうライムグリーンのようなとても派手なバイクなんですけれども、今日も乗りながらなんとなく余計な空ふかしをしたり、そういえば高校時代も友達の借りてわざとトンネルの中で空ふかしをしたりなんてことをしてたな、なんかそれも存在感をアピールしてたのかな、なんか目立したかったのかな、だけど本当の存在感ってそういうもんじゃないんですよねっていう話を今日しようと思いますっていう話を先ほど小山さんとの打ち合わせでもしてたんですけれども、何か目立つことをしようと思ってやる存在感みたいのは
自分の今までの経験を振り返ってみると、何か陳腐なものであったり、何か軸の定まってないもの、そういうものだったなと思います。でもそれはその時代には何か精一杯存在感を表そうとして、何か人前でただ大きな声を出して話をするとか、何かちょっと威圧的な態度を取るとか、でもそういうことが存在感ではなかったんだな、舞台の稽古で言うと、お前は気が入ってないな、よく言われてきました。自分ではなんか一生懸命、肘張れ、もっと背中伸ばせ、なんか体を使う中で一生懸命大きく見せるようなことをしてるのに、お前は気が入ってないな、まあ、そういうふうに言われながら稽古をしてきました。何かそんなこととつながるんだなと私が思っていることっていうのは、ただ目立とうとして、ただ変わったことをしてって言っても、そこに向かう根拠がなければ、何も存在感というものは伝わらないんじゃないのかな。私が親しくしているミュージシャン、もう彼はもう J-POP の世界ではとても有名な人間なんですけれども、今でこそステージへ出るときに、もう茶髪の坊主頭みたいなのでサングラスして、もう足組みながらこんなになってキーボードを弾いてっていうことをしてるけど、言ってました。僕も子供時代はもう蝶ネクタイ締めてバイエルを弾いてっていうとこからスタートしましたと。である時ドミソの和音が良くて、じゃあドミソレはなんでいけないのかなっていうとこから自分の進む音楽が変わっていったなんていう話をしてくれたんですけれども、まあ、彼がなんかそうやってかっこいい、それがしちゃいけないような格好しながら弾いてるのが時にかっこいいななんて見えることを最初からやってきたんじゃなくて、ちゃんときちんと基礎を教わってきながら、でもその彼とは私は以前出演した中島みゆきさんの夜会の仕事の時のバンマスが彼だったんですけれども、まあ、その時に出会いました。そのステージの最後に全員一人ずつ出てきて、カーテンコールの時にお辞儀をするんですけれども、彼はいつも他のミュージシャンの人たちはなんとなくちょっと姿勢が悪い時にいつもピチッと、見かけはなんかちょっといかつい感じでもでもピチッと、何かそれがすごく印象的でした。で、私たちは本当普段こう姿勢を正すことを教わってますんで、まあ、そういうステージに出ても、まあ、きちっとこうお辞儀をする、ということをやってましたら、音楽プロデューサーが、ちょっとみんな佐野さんの姿勢ちゃんと真似してやんなきゃダメだよなんていうことを、他のミュージシャンの人たちにも話してたんですけど、でも彼だけはいつもきちっとした姿勢をしてました。存在感って何かな、やっぱりしちゃいけないことをしない、時に目立つことっていうのはしちゃいけないことであるのかもしれないんですけれども、本当にしちゃいけないことと一つの教わったものがあると、私たちもそうなんですけど、いつまでも同じことやってると、お前いつまでも同じことやってんだって言われちゃう。よく言われるような言葉に、型を知って型破りをするなんていう、そんな言葉は言うのは簡単なんですけれども、私も本当にそういうことは何なのかなって気づくまでに、すごく時間がかかりました。しちゃいけないけどもしていいことだけど、それをある時期、未熟な時、何の経験値もないような時に見よう見まねでやろうとすると、私たち舞台の中ではよくこういうふうに言われました。お前にはまだ早いとか無理だとか生意気だ、まあ、そういうふうに言われながらことごとく何かやろうとすることを否定されてきました。ですけれども、ずっと同じことやってるといつまで同じことやってるのか、そういう中で実は気がついてきたことっていうのは、一つの型があるんですけれども、実は同じことをずっととやるためにその型を教わってるんではないということに、長くやってる中で気がつきました。
そうすると実はそこから本当はできること、どうしても皆さん型っていうと、こう一つの本当にこうちっちゃな枠みたいなものがあって、その中のものだけが型であって、それと違うことをするとやっちゃいけないことというふうに思われがちなんですけど、私たちが教わってくる型っていうのは実は大きさが決まってるものじゃないんですね。でその場面その中で何か自由自在にいろいろと応用できるものが本来型なんですけれども、最初はなかなかそういうものに気がつきません。もちろんそれを教える時教わる時っていうのは本当にもうちっちゃいちっちゃい決まったもののように教わってきます。ひょっとすると同じ言葉で言われていることが、あ、そういうことにしか気がつかない未熟な時なのかもしれないんですけれども、同じことをずっと言われながら同じことをずっとやってきて、その都度直されます。何が違うんだろうな、また直されます。でそういううちに何に気がつくかっていうと、しちゃいけないってことに気がついてきます。すごくずれてることはすごく叱られます。ちょっとずれてることは怒られるんですけれども、怒り方が違います。でそういう中で自分たちが本当にしちゃいけないことは何なんだ、今しちゃいけないことは何なんだってことに実は気づかされるっていうのが、私たちが受けてる稽古っていうものです。どうしても今の時代のものの教え方、教わり方っていうものは、何か正解を教えて、教える側も教わる側も何かすごく簡単に物事を伝えようとしてしまうんですけれども、私たちの教わり方っていうのは正解を教えてくれるんですけれども、実はすごく時間をかけてもっともっと正解に近づく方法を教えてもらいます。先ほど言いましたように、必ず前で手本を示してくれるんですけれども、じゃあちょっと見といてください。ここを持ってください。もう一回やっておきますね。ここを持ってください。はい、どの辺だと思いましたか。よくですね、例えばここを持ってくださいって言っても、はいじゃないことには気がつきましたね。でよくちっちゃい子にも伝えます。こう平らなところに親指が来るように持ってください。紙から指1本分ぐらい開けてくださいって言ってます。じゃあもう一つ問題出します。ここを持ってください。こうなってます。はい、その端っこの骨はどこに来てますか。指は一番端に来てました。この骨は場所はどこですかって言われたら何て説明しますか。はい、正解ですね。はい、そういうふうに私も教えてます。小指と薬指の間にこの端っこの骨が来るようにっていうふうに説明してます。じゃあ次の問題出します。今のように持ってます。ここを取って一つ折ってください。
まず持ち方大丈夫ですね。もう一回やりますね、ここを持ってください。こっちはこうなってます。そしたらこういうふうに取って一つ折ってください。そこまで来ました。いいですね。それで、はい、こう持ってますね。左手に持つ。でこれを例えば口で説明すると、開いた扇を左手の上に、それも紙の真ん中を一つ折って握ってくださいって言うと分かりますかね。はい、そんな感じなんですけど、先に折るんじゃなくて取って折るんですね。はい、というようにですね、例えば今こうできるできないっていうことを咎めてるんじゃなくてですね、本当にこうものを私たちが教わるときによく見てよく聞いて真似をするんですけれども、その時にもうことごとくヒントは最初は優しく言ってくれます。舞台上後で私ちょっとここで舞いますけれども、どういう格好するかっていうと、右手で扇を持ってください、先ほど言ったように持ち場所は平らな幅の広い方に親指が来ます、紙から指一本分ぐらいちょっと開けときます、左の手は軽く親指包むように握ってください、肘を張ってます、爪は斜め真正面でも横じゃなくそれぞれが斜め前の方に向くようにして肘を張ってます、膝は少し折って前傾して胸を起こして顎を引いてください。じゃあやってください。はい、こんな感じです。私先ほど言いましたね、親指の爪はそれぞれ斜め前の方の向くような向きにして肘をぐっと張って、私の格好とどこが違うと思いますか？じゃあちょっと直しますね。ここ乗ってますよね。でこうなってるんですよね。手首はね、実は曲げてないんですよ。あ、それでだいぶ近づきましたね。ありがとうございます。じゃあどうぞ来てください。じゃあちょっと持ってくださいね。でもう一回説明しますね。
扇は平らなところに親指が来て紙から少し開けておきます。いいですね。で例えばこういうのにこのぐらい開けろって言うと、すいません何センチぐらいですかって、お前ちょっと見てわかんないのっていう、このぐらいです。左手は親指を軽く包むように、でそれぞれ手にはぐっと力入れなくていいです。で足は揃えといてください。で肘をぐっと張る、少し前傾して胸を起こして顎を引いて、どこが違いますか？そうですね、だいぶ手は今ね、これだんだんみんな見てるうちにできるんですよ。じゃちょっと失礼します、直します。で思いっきり前傾してください。それで胸からぐっと起こして顎引いてください。で少しだけ膝柔らかくして、でこれでだいぶ近づいたんですね。でこれはさっきされてたのと何が違うと思います？自分で前傾がかなりですね。でそれでだいぶ同じようになります。はい、きついんです。ありがとうございます。じゃあどうぞ。でもう一回同じように説明します。扇の平らな方に親指、紙からちょっと開けといてください。左手は親指軽く包むようにして足揃えておきます。ピチッと揃えておきます。で肘張って、で爪がそれぞれ斜め前に向くぐらいの角度にしておきます。前傾してぐっと胸を起こして顎を引いてください。どこが違いますか？膝が今伸びすぎですね。膝少し柔らかく、あとはどこが違いますか？肘が後ろに行っちゃってますね。じゃあちょっと直します。こうなってるんですよね。それで膝もう少し柔らかくして、手の先も力抜いていいです。はい、この辺はすごくいいですね。でここに力入ると軽く握っておいてください。だいぶこれで、近づいてきました。どんな感じですか普段の姿勢に比べて。こんな体勢取ったことないんで、なんか初めて。きついですか？はい、ありがとうございます。はい、交代します。で私たちその例えば舞台のこの格好の方をずっと先に教わってくるんですけれども、例えばゴルフをですね、私初めて行くときに、まあ、学園の先輩にまずこう練習場に連れて行かれまして、お前ちょっと舞台と同じ格好してみろって言って、足肩幅ぐらい開いて、でそのまま振りゃいいんだって言われて、なるほどなって、まあ、スキーの時もそうでした、まあ、舞台と同じ格好しとけって言って、あ、なるほどな。じゃあどうぞ。はい、すいません。じゃあもう一度説明しておきます。扇は平らなところに親指で紙からちょっと開けておきます。左手は指軽く包むようにして足きちっと揃えておいてください。で肘を張っときます。親指の爪がそれぞれ斜め前に向くようにして、でさっき途中の方たちに注意したことをもう一回今度付け加えて言います。手首は曲げないでください。肘張っておきます。で膝は少し柔らかくしておくんだけど、前傾してぐっと胸を起こして顎を引いてください。どこが違いますか？そうですね、ちょっとね膝を曲げすぎなんですよね。そのぐらいでいいです。でちょっと失礼しますね。こんな感じです。それで歩けますか？いや、
はい。はい。下がれます。どんな感じですか。普段あまりしない動きなので。今そのすり足ですかって言ってすり足をされた時にどういうふうにするとすり足になると思いました。どのタイミングで足を完全にこうすらせるのかと思って、すり足って何が正解かわからなかったけど、今やったのはどういうふうにされました。はい、ありがとうございます。ちょっとそんな話も今からしようと思います。じゃあ来てください。じゃあちょっとスリッパ脱いで、ね、いいですね。最初の構え、サウスポーですか。右手でいいですね。そうしたら足きちっと揃えてください。で肘を張って、親指の爪はまっす斜め、で膝少し柔らかくして前傾して、胸を起こして顎を引いて、どこが違いますか。だいぶ近づいてるんですけどね。じゃあもう少し前傾してください。でグッと起こして、じゃあそれで、すり足をしてみてください。下がってきてください。どうやってやってますか、すり足は。気持ちだけつま先を上げたような感じで前に出すようにしてました。はい、じゃあちょっと戻ってください。じゃあちょっと私今度歩きますんで、すり足ってどういうのですかって聞かれたらどういうふうに皆さんが説明するか教えてください。じゃあ先ほどの格好してますよ。これ横から見るとかなり前傾してるんですけども、こうなってます。足見えますね。こうなってますからね。でこれで今歩いていきます。どんな感じですか。先ほどされたのと何が違って、どういうふうなものですかって聞かれたらどういうふうに説明されますか。私がさっきやったものの違いは、出した足が進んで止まるときに足先を少し上げるっていう動きが自分のものと違っていたのと、あと後ろに残った足を連れてくるときに、かかとが上がるときに足の曲がらずに、そこは平らなんだけど全体が少し浮いているっていう感じで、後ろから前に出てくるっていうところが違う。私の方が違う。はい。私今どっちの足から歩いてたか覚えてますか。どっちでした。右。間違いないですか。左です。でこれも実はですね、動き出しっていうのは通常はみんな左から出るんですね。本当に、何にもなくて出るっていう時には基本的には左からなんですけれども、まあ、もちろん例外もあります。で一番分かりやすいのは、何か手が出てるとその足から、要するに右手で動作してると右の足から出て右で止まるっていうような、基本的にはそういう動きになるんですね。
でどっちでもいいんじゃなくてどっちって決められて教わってきます、ですけれども結果的にそれはその方が動きやすい、その方が外から見てても美しく見えるっていうのが実は基本になってます。で基本は本当に動きやすく動いてるんですけれども、今の、すり足について、説明しておきます。で私たちも本当にこれはやかましく注意されながらできるようになるんですけれども、最初どうしてもこういうふうに本当にすり足、じゃあ床をにずっとこうすっていく、じゃあこのままこういくともう床からつま先もかかとも上げずに動くことはすごく無理があるんですね。で実はつま先が上がってるように見えるんですけど、わざわざ上げてはいないです。というのはこうやってわざわざ上げてはいないです。じゃあ逆に上げないでかかとが上がってるかというと、そういうものではないんですね。で基本的にはつま先上げるなとか足の裏見せるなっていうふうに教わってきます。でもさっきみたくずっとこうやってやってるとおかしい、俺のよく見ろって言ってまた直されます。それで何に気がつくかっていうと、実はずっと床を擦っていこうとするとこれ以上ついてられなくなるんですね。そうすると自然に前が上がります。でこの分体重乗せると今度自然と後ろも上がります。でこっからまたずっと擦っていきます。同じことが起きます。でまたその繰り返し、こうなります。で私たち本当に前へ進むだけじゃなくて時々舞台上でも下がる場面というのがあります。私本当にあのマイケル・ジャクソンを見てて、あれができないかなと思いながら、そのムーンウォークをあれってどうやってるかっていうと、こうやってこうやってやるんですよね。こうやってこういうふうに、要するに僕らがやっちゃいけないことをやるんですけれども、こうやった時に上げてこういうふうな繰り返しをするとああいうふうに見えるんですけれども、私たちがやってるのはわざとこういう動きはしないようにしてるんですね。ですから前へ出る、後ろへ下がる、で時にスピードもいろんなのがあります。ゆっくり動くもの、速く動くもの、強く、それこそその存在感っていうもので言うとしたら、いろんな演目があります。私たち女性の役、男性の役、その中でも若い女性、年寄り、本当にもっと細かく言いますと、私たちこう面をつけます、まあ、表って私たち言いますけれども、若い女性の顔、もうちょっと年上のお姉さん、もっと年配の女性、おばあさん、もっと上のこう老女みたく、本当に顔がずっと変わっていくんですけれども、基本的にはみんなこうやって同じすり足をしてます。若いからって言って極端に大股で歩いたり早く歩くとかっていう存在感の表し方ではないんですね。ですけれども、どんなに若くても、どんなに老いた役でも、これは男の役でもそうなんですけれども、若い男の役でも年老いた男の役でも、自分のこう感情を強く表すとか、何か
強くものに向かって気持ちを表現するっていう場面っていうのはよく出てきます。じゃあちょっとこれを見てください。じゃあこれは今女性の役だとします。普通に前に出てきます。これ別に何っていうあれじゃないですよね。じゃあ例えばもう少し何かグッと訴えかけるときに出てきます。そうすると何かもう少し感じるものがあります。もっと強く表現するんだとしたら分かりますかね。ちょっとこう半身になる。じゃあこれが人間じゃないもの、男の役とか言うと、もう少し基本的には同じものが歩幅が大きくなったり、今半身になるのももう少し大きくなりますと、どうなるかっていうとこうなります。こう出てきて、でその時に何かこう向こうに強いもの、それこそ存在感を持ってっていう時に、私たちが例えばこれが舞台上の所作で言うと、巻き差しをして踏み止めるとかっていうような動作の名前がある時に、まあ、それをこう教わる時に、ただやってるともうちょっと半身になるんだよっていうふうにことを言われます。グッで、その時に先ほど最初にやった構えの時同じように、これが前にこうつんのめっちゃうと、もっと後ろだって、じゃあ後ろ寄っかかっちゃうと、もっと腰引けっていうふうに、同じ存在感を表すなんていう所作をしても何にもこう強さもないです。何にもない。じゃあ何だと出るかっていう、足もこういうふうに中に入っちゃうとあまり強くならないです。それどころか両方こっち行っちゃうと、やめてよっていう感じになる。もうこっちになっちゃうと、やめてください、じゃ全然強さも存在感もなくなっちゃう。そうすると自然とこの足の位置っていうのが決まるんですね。でそれをよくこうやって教わってきました。この位置が違うところにあると、このままお前引いてきてかかとがぶつからない場所に持ってくるんだって言って、でそれどころかこう一本橋に乗ってるようになると重心も安定しないですから、どうしてもフラフラしちゃいます。もうこういうふうになるんだ、もっと腰引け、胸を張れ、顎引け、肘張ってって言いながら一つずつパーツを直されます。先ほど前に出た方たちを直すようにですね、少しずつそうやって直して、違うものからだん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 正解になってきます。でそうやって身につけた、まあ、基本があって、その基本を使って存在感を表していく、まあ、それが私たち舞台上でやってることであり、それを身につけるための教わり方なんですね。最初にお話したように、なんかちょっと変わったことしたい、目立ちたい、子供の時に散々自分もやってきました。今振り返ると当時のことを、書き残したのがあるんですけれども、なんか幼稚だったな、あれはあれで楽しかったけど、なんか同じような子たちを今街で見かけると、まあいつかわかるだろうなというふうに思いながら当時の自分を振り返ってます。でやっぱりいつか分からなきゃいけないし、気がつかなきゃいけない大事なことっていうのは、しちゃいけないことが一体何だったのかな、じゃあするべきこと、じゃあそこに何かもっと標準がきちっと定まってたのかな、何かそれに気づくと、おのずと存在感の出し方っていうのははっきりするんではないのかな。見る、聞く、話す、作業する、これ私が本当に
一番影響を受けた小学校5、6年の先生にずっと言われてきた言葉です。勉強とはよく見るんだぞと、よく話を聞けよ、何か意見を言ってたらきちっと話をしろ、何か作業をするときはよく見てきちっと真似するんだ。本当に私が舞台上の稽古で教わってきたことと同じことをその先生にも言われてきました。きちっと自分の気持ちを外に表す。小さい時はよく言われました。大きな声で話しなさいとか、人に分かるように話しなさい。まあ、それが一つのまずは存在感というものを出すことなんですけれども、ただずっと大きな声で話しててそれが人に伝わるのかな、じゃあずっと同じテンポで話して伝わるのかな、ただただ早く話して伝わるのかな、脳の中に除波球っていう言葉があります。これは歌いの歌い方とか動作の仕方、必ずそうやって早い遅いっていうテンポの違いがあるんだっていうことを言われるんですけれども、それは実は一曲の中にもそういう流れがあったり、一つの段落の中にもそういう流れがあったり、もっと言うなら一行の中にもそういう流れがあったり、一つの単語にもそういうのがあるっていうのが実はその除波球っていうことなんですね。いろいろ人前で話すときにいつも思うんですけれども、何か話してふと間合いを取るとちょっと集中してなかった大人も子供も必ずこっち向きます。何かそこで、一つ間を取るとか、何か一呼吸置くとかっていうのが、私たち舞台上でも間の取り方っていうのはよく言われるんですけれども、とても大事なことだと思います。何か人に伝えるときに音で伝えるものであるんだとしたら、その強弱であるとか何かちょっとした間の取り方、じゃあ動きで言うんならちょっとしたテンポの違い、でもそれは決して早くなれば伝わるっていうものではないんだな、遅い中でもきちっと伝わるものがあるんだなっていうのが、今まで自分が舞台のことを勉強してきながら身についたことです。何かそんなことを皆さん参考にしていただければ、その存在感っていうのを出すにはやっぱりきちっとすること、そのための向かっていく姿勢っていうのが大事なんだなってことに気がついてもらえるんではないのかな、そう思います。